大島ガモの慎んでお詫び申し上げますこんばんはこんばんははいということで始まりました慎んでお詫び申し上げますラジオでございますよろしくお願いしますお願いいたしますはいということでね、うんえー、こちらのラジオですが、はい 今週一週間だったりなんか世の中のことをねちょっと憂いて私とね大島さんがいろんなことをね喋っていきますそして最後には土足でお申し上げますんではい自由に喋らせていただくというようなラジオでございますそうですねはいはいよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいいやでもお疲れ様です本当に本当にお疲れ様です。 や今日ね、いつも土曜日収録が今日は日曜日に収録になってまして、というのもね、ちょっと出張の方にね、行ってらっしゃったということで、ちょっと僕がね、大阪の方に土曜日から行き、いやで、日曜日にちょっとね、とあるイベントがありまして、いやいやいや、もうわかるよ、ちょっと伏せてるけど とあるね <laughs> とあるイベントがありまして、うんえー、そこで、えー、仕事を終え今、帰ってきてラジオを撮ってるという,ような状況でございます、ね、いやー、大変いやーもう本当。でも大変というものの、うんま、もちろん移動はちょっと疲れますけど言うてね、あのはい、多分あのご視聴いただいている皆さんは分かってるかもしれないですけど、はい、僕が担当しているところって朝の10時から12時ぐらいなんですよ。うんうん <laughs> あそうなんですね、はい、ず,っずっと行っ放しじゃないんだずっと行っ放しじゃないですよほんとそこの間だけなんでああはいその後はもうほんともう割と<え>観光えマジっすかじゃあ、はい、12時に終わって1時ぐらいからじゃあよし観光するかみたいな観光するか飯食いに行こうみたいな感じでうわーいいなー、はい、あと一応そのなんだろう仕事ではないですけどなんかこう、うん、ちゃんとこうエンタメに触れようっていうことで はいはいはい。まあ、いろんなこう学びがあるかもしれないってことで、はいうん、あの、ナンバーグランド花月の方に行きまして、うわマジっすかはい、生の新喜劇をちょっと見ていました。うわはい。めちゃくちゃいいじゃないですか。いやあれは楽しかった。いや、い<え>い,いですね。新喜劇は座長は誰だったんですか今回は、えっ、ー、と、川端さんかな あえもうはい座長さんってなるとそうですねスッチーさん愛ちゃんじゃないはいもう一人のああでももう川端さんといえばね雑誌の喜劇というかそうですねベテランのベテランのねだ辻元さんとか出ててはい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 ど安定のいやすごかったいいなあいやもうほんとやっぱいいですねお笑いを見るっていうのは素敵ですね えもうその飛び込みで行けたんですかえっと一応その行く前にここの時間だったら行けるよねっていうので一応予約はしてチケット取って行ったんですけどなるほどなるほどいやもうそのちゃんと新喜劇前にいろんなね漫才もしててええー、そこはあの笑い飯さんとかええー、あとすげえアキナさんとかマジっすか大 うわーベテランまで新庄、はい、までポン,ンチョサムさんあとかまいたちさんとかも来ててすごいっすねいやー面白かったかまいたちさんとかまだいやそうすごいっすよすごいっすわえ大島さん次いつ公演があるはい,、はい、いややるか <laughs> 下北沢ミネルヴァで <laughs> うわーめっちゃやりそうだな <laughs> いやすごい,いやないですからあいないない,んですかないんですよ残念ながら残念だないや残念なのみんに行きたかったないやでもいい嘘つけ <laughs> いやまあそうですね僕がやってた頃はまだこういう感じでもなかったですもんねうんそうですね確かに <うん S 1> 時期がねうんうん本当人集まりやすい時期でしたけど まあでも本当そ,それこそ割とこうマンボウとか解かれてるってところもあってもう満席でしたね、うん、もうギュうギュウというかえ NGK ってでも結構もう1000人とか800人とか800ぐらいそうですね800人ぐらいの規模で満で満席満席だったんですげえいやでもやっぱみんな見に来たくなってんだろうなというか んいやまあそれはそうでしょうね実際ねあのそのイベント今日のイベントっていうのも結構人は来てくれていたので、うん、はいはいはいあ<ー>そうあやっぱこう生で会うっていうのはやっぱ熱いものがあるんだなといや,いやそうでしょうね、はい、思いましたけど<ー>その生で会うのやっぱ熱いじゃないですかはいはいはい僕もね僕も言うてあの、うん、今 VTuber として活躍してますけどもうええで,もうええでそれ。 まだ言うとんかい。いつまで言うとんね vtuber としてやりつつこう、裏で、裏でね、やってるわけじゃないですか。<laughs> まあまあね。そうそうそう。まあ、はいはい、あの、本当、よく、よく言えばですよ。よく言えば。うん、あの、永瀬智也さんみたいなもんじゃないですか。めちゃくちゃよく言ってるな。よく言いすぎてるぞ。怒られるよ。そんなよく、一番よく言ってるじゃん。 <laughs> いやもうなんか別もよく言い過ぎて全くもう別物になってるし何か <laughs> ああピンとこないピンとこないピンとこないぐらいの人とこないい遠か,かとこない全然遠いなまあまあまあそうそう、うん、こうね裏でやってるじゃないですかまあ裏でやってるという点ではね裏でやってるから,からこそというか、まあ、割とこう、うん、移動は普通にやってるわけですよ、うん、はいはいはいその会場の中でねはい、はい、ああそうか,そう,かそう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  全然あの、アテまあ、言ったらアテンドもなく、まあ、僕はばーっとこう、まあまあまあ、まあ誰からも守られることはないはずなのに、<laughs> はい、えー。一人も声をかけられなかった。<laughs> <laughs> <laughs> いや、僕ね、それちょっとね、それちょ,ちょっと残念だったんですかえっとね、難しいライン。ああ<ー>。何とも言えないところではあるっていう。 やっぱ、うん、僕あの前回のねカレーパンの時のイベントで思ったんですけどやっぱこの近づいてくながをしてますよ <laughs> あなたあんま触れないでねみたいな顔はしてる <laughs> 実際のところいや本当ね本当ねそれはね僕の癖なんですよね良 <laughs> くない癖だと思います <laughs> 本当 <laughs> あの本当によくないと思うんですよそれ僕もいやまあ,あ<ー>まあ分かるけどね<ー><ー>そういう時になった時の<ー>もう本当あの極寒のような目でしょもう、うん、そうそうそう本当に <laughs> 本当に冷たい目あの本当に冷たい目ですよね <laughs> <laughs> 周りを遮断してるかのような目遮断 <laughs> してるからやっぱ声かけたいなって思ってた人もやっぱ声かけづらいですよ、はい、いやまあそうですよねそらそうですよね、うん、いやあんな目で声かけたらねああ声かけてちょっとこう何人かが割ってきたら来たで嫌でしょそんで嫌というかちょっと困るなってなっちゃうでしょああ,、うん、あ申し訳ないなという感じにもなっちゃいますしねのはいはいはいこうにこうね 潰れるじゃないですかそのススペーがねはいまなんか僕主役じゃないのにみたいな変なもあるしでも声かけられなかったら声かけられなかったらちょっといみしいみたいなねややこしいのよだからややこしいのよキャラ位置がねキャラ位置がややこしいんですよねだから本当正解で言うとああ川家さんだくらいがちょうどいいってことですよねみんな思ってますよ心の中ではあいはいはいはい うんうんうん、もちろんだからあのぜひともねあの僕を見つけた人はあのツイートしてもらってあ今日は川家が見れた運がいい,いで、うん、あでもなんかちょいちょいタイムラインなツイッターで見ましたけどねあますかはいなんか流れてきていいねしとこうかなうんいや <laughs> だからまあでも次回は名古屋ですから僕もいますしす、ねはい、川家さんもいるということでね名古屋には、ねはい もしかしたら2人で声かけていただけたらね、2人いるときとか。確かに、確かに。2人でいるタイミングが意外とないかもしれないです。僕も本当、裏にずっといるのであれかもしれないですけど、まあ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 ま見かけたらツイートしてもらえると、そうですね、ぜひ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 、よろしくお願いしますというような感じでございます。何食ったんんでででですすすか飯飯はしょ大阪といいえばももちろ笑そそううけどねあの マジで、あのいろいろその予定してたやつもあったんですけど、予定してて食べれなかったのがラーメンが一個ちょっと食べれなかったのがあるんですけど、ラーメンか。そう、ラーメンはまあ他の店で食べれたんでまあいいとして、えっと土曜の夜に行ったのが、あの天ダラってわかりますわかりますよね。ああもちろん天ダラさんのあの浜本さんだっけ。浜本さん。はい。わあなんかやられてますね。そう、お店してて焼き鳥屋さんしてるんですよ。 そうだそうだそうだそうあの自分で焼くタイプの焼き鳥屋さんではいはいはいそこ行ってあの焼き鳥をたらふく食べてへえおいしかったあれはおいしかった焼き鳥かでも大阪行っ大阪行って焼き鳥までも天田らさんのお店っていうのでやっぱ大阪ならまあまあそうかはい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 えわなかは行かなかったわなか行ってないっすね嘘行いけてないっすね あたこ焼きとか食べなかったんだじゃあ,あでもお好み焼き食べましたようんーあのお好み焼きのなんだっけな三平ああ<ー>っていうところ三平ってお好み焼き屋さんなん,なんかなんだっけな,なんかすごいなんかなんとか寺宝善寺三平みたいな,なんかすごい名前のあいいとこそうっすね、ま、なんかすごいちょっとなんかい 入り組んだじゃないちょっと奥まったところにあってはい、はい、あでもなんか道頓堀の方ですか道頓堀の方ですあー分かった分かったなんとなく場所はいそこ行ってはいうまっと思いながらうまっと思ったんですけど男3人で行ったんですよでお好み焼きを、えー、2つと 2>、うん、あとなんか一品物を2つとあとうんうん、うん そば飯食べるかガーリックライス食べるかみたいなんで<ー>迷ってはいでもまあソース系が多いからガーリックライスにしようっていう感じでガーリックライス頼んだんですよ、はいうん、で、まあ、最初にこう一品物みたいなのが来て、うん、でお好み焼きの前にガーリックライスが来たんですけど、うん、あの目を疑いましたねあの2号ぐらい来てえ嘘っだとて。<laughs> すげえ600円ぐらいだったよなと思ってはあそれで2合ぐらい来たんでさすが大阪3人で食べたんですけどあれこれこの後のお好み焼き大丈夫かなって思ってガーリックライス2合多いなめちゃくちゃしかもそのこれでお取り分けくださいみたいなのがもうほぼスコップみたいなスプーン渡されて うまかったんでめっちゃ食えた全然食えたんですけどえびっくりしましたあれは最初に出るんだしかもんかちょっと後の方のイメージあるけどガーリックライスっていろいろ食べた後みたいねまあでも逆に食べた後にあれ来られてもそれはそれであそままそうかいやそうですねでもやっぱ安いなと思いました安いんだ大阪というか関西の僕ももともと京都にいたんで関西のあれったんですけど東京って お金を出したら美味しいお店があったりするじゃないですか、イメージとしては。でも、まあ、中にはこう、ね、安くても全然美味しい店もあるんですけど、言ったらお金を出せばそれなりには食べれるみたいな東京のイメージあるじゃないですか。うんうん、大阪、逆にそれがむずくて、安くてもむちゃくちゃうまいのがいっぱいあるんで、はい,はい、いやー、かる。うん、お金出しゃゃいいいいってもんじゃないというか ちゃんと自分で見つけなきゃいけないっていうのが、うんうわこれやっぱ難易度高いなというか、ある種、そうかも、言うたらどこでもうまいっていうところもあるんですけど、はい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 、いあはもうなかなか大変な街ですわ、<laughs> あれは、<laughs> いや、でもいいですね、でもした本当、ね、も宝探しみたいな感じで。う あとなんかかるわ僕の勝手なイメージですけどあの女の子のちょっとミニスカ率が多かったのがちょっといただけるちょっといただけないちょっとあの露出が多いのはちょっと目のやり場に困っちゃういやいやそんなそんなのは東京でもそうでしょ別にそこはんかそこは変わるなんか東西ですごいすごいピッタピタのピッタピタのズボンズボンなんかもうズボンじゃないもう もうタイチって。ああ、なんかわかりますよ、雰囲気。はい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 。それ、ええウォーキング、なんか、なんていうんですか、スポーツ用のやつや、みたいなとか、のまんま歩いてる人とかいて、ああ、そう、そんな、そんな時代か、とかえ。いやいや、そんな変わるかね。いや、なんか、たまたまでしょ。たまたまなのかの、東京と違う感じがしちゃったんですけど。違うのかな、東西、大阪東京で。あでも、あんまり、あんまりなんか。 まあ、うんいやでもそうでもないのかな僕が東京であんまり見てないのかもしれない逆に多すぎて人がああでもそれはあるかもしれないですね、うん、なんか認識してない感があるかもしれないですね、うん、なんか広すぎなんかいろんな人がいすぎてというかバラバラすぎて目,目にいかないっていうそうっすねなんかそんな感じでうん、うん、あとうん、うん、すごい気になったのはやっぱ関西弁って強いっすね ああ電車とかうるさいですよねや,やっぱりもうほんとすごいわ <laughs> 関西弁喋ってはるわと思ってああああそ,<の>そうか僕もそ,のそ,それこそ京都に行った時も関西弁喋ってたつもりで,、うん、でその時は何も気にしなかったんですけど一、うん、回この東京に来てで大阪に来た時のなんかすごい、はい あ今自分が何喋ってこの言語は今なんだっていう感じのな変な違和感を感じあで,も、うん、でタクシーの運転手、ねうん、さんのなんかコテコテの <laughs> テコテのなんかおよくわからんお笑い。ええ。やっぱそのフレンドリーでやっぱりーフレンドリーで喋ってくれたんですけどなんか急になんか そのねあの移動中に何か犬がワンワンワンって吠えてて、はいはい。絶対な犬やのって言って言ってて、そこまでは良かった。僕もああ元気ですねみたいな感じになったんですけど、犬鍋にして食ってやろうかみたいなこと言ってて、あ怖い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 と思って、はいもうそれはもう怖い。怖い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 って違う違う違う。ボケになってない。ギリ笑えないですね。ギリ笑えないな。ヘラヘラヘラってやってる。いや笑えん笑えんと思って。 怖怖 <laughs> 怖い怖い怖いと思って <laughs> あまあ大阪は余計感じるかもしれないですねそういうの<ー>言葉の、うん、なんか標準語しゃべるのがちょっと恥ずかしいというか、うん、そうですねなんかくなっちゃうかもすごいそれは感じて、うん、ええー、いいなでも恥ずかしかったですもん,んいやでも懐かしい懐かしい空気に溢れたんでそうかそうか、うん、いやいい街ですわいいっすね大阪いいな行きたくなったないやぜひぜひね 時間があるときは行っていただけたらそうですねはいはいはいそうかということで今週1週間僕の1週間というかもう昨日今日ですけどねそうかはい僕はでもねバースデーでしたねあそうじゃないですかおめでとうございます本当にありがとうございますいや素晴らしいまあね川家さんから何もなかったですの何もおめでとうの一言も一言も言わない あ <laughs> えてねあえてね <laughs> やっぱこのあえて言ってないだろうなっていういやもう違う違う違う本当申し訳ないそれは申し訳ないなと思いながらもうあのツイッターでね、うん、あの、はい、なんか大島さんが寝て起きたらいつまにか年取ってたみたいなあのツイートしていやいや,そ,いやそんな言い方してないぞ <laughs> もう一回見て俺そんな言い方でその <laughs> 悪意すごい今のみんななんかおめでとうのツイートありがとうみたいな感じのあなんか来てましたわいやいやありがとうみたいなあの本当は,いやいやはすごい言い方してる本当は起きて見て見たけど返信するのちょっと明日で <laughs> 明日でいいかなぐらいの <laughs> うわすごい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 やんまとめて全員一個でいっかなぐらいのあのそれはいやそれは <laughs> すごいやん <laughs> そ,そんな裏が見えるようなツイートを見て、そんな斜めから見て、あの目であの目で見てるわ。<laughs> あの人を寄つけなあの冷たい目でまた俺のツイート見てたんだその目で。怖いわ。それそれを見てあこれは返信するべきかどうだと思ってちょっと文字を考えたけ結果、うん、下書き保存で終わりましたね。<laughs> はい、いや本当にやっぱひねくれてますよね。<laughs> 本当に誕生日に水を差すのはよくないなと思って <Yeah. S 2> ちょっとそれは下書きほどさせてもらいました。<laughs> 僕もその前の収録の時誕生日の話になって言うか言わないかみたいなそういう話もちょろっとしたじゃないですかそういった手前んかもう今年はマジでもやめようと思ってたんですよ。ツイッターとかでもマジでやめようと思って何もそもそも何もめでたくねえし別に誕生日は別にいいわ。 と思ってその周りの人からちょっと「おめでとう」って言われりゃいいわとツイッターでね不特定多数の人に「いいわ」と思ってたんですけどいやこれ本当にに寝て起きたらねツイッターで DM とかも頂いてたりとかなるほどなるほどほ本当にそうう本当にああ本当にそういう方もいるしかもなんかちょっとねなんだろうなあのまあ某ゲームのねギフト的なものとかねええ そういうのとかもねいただいたりとかありがたいことにもうそんなのになんか俺は何をしてるんだとそんな純粋無垢な気持ちでお祝いをしてくれる人のね人他人ですよ言ったら祝ってくれてる俺はなんか閉じこもっていいわみたいなダサいなと思うやっぱりちょっと「かわけやん」ってなってこれはもうかわけやんってなって。 何何しに構えてんだと <laughs> <し>いやまあだからああしっかりとそこは嬉しがれよとそう嬉しがれよっていうので 考え僕も文物より結構時間かかりましたけどどう言ったらんかそのあんま出ないからとかねそういう感じがとかいろいろ考えた結果もあれになりましたけどまあまあいいでいっとこうと思ってこれはありがとうございますっていう素晴らしい素晴らしいですだから僕ももし今後このね誕生日を迎えた時どうつぶやけばいいのかが難しいとこですもんね僕もねいや本当ですよそれをちょっとご期待ですね こんな言ったことを忘れて誕生日、わーいって言ってるかもしれないんでそんぐらいのがいいですけどね、多分みんな祝ってくれって言ってるかもしれないですけどもしかしシャに構えてるかもしれないんでその時を楽しみにしていただければっていう感じですそうですね、まあまあまあ、でもそうですね、だからいい誕生日でしたね、配信も見させていただいて、はい、配信もいや、なんかやっぱいいですね、ああいうほっこりしてる感じが本当に。 いやそうっすねあ,<ー>ありがたいですね本当に見ててあれはほっこりしつつなんかその配信前からなんかストーリーになんか一人でこうねこうまたやってるやん <laughs> またやってるやんなんか止まらないな一人でなんかいやいやだからいやだからこれから配信するよっていうのも僕のフォロワーさんに向けてやってるだけやん。<laughs> それをまあちょっと素直に今から配信だよとかじゃでちょっとこうエッセンス加えてやってるだけやん,ん、ね、誰もいないよみたいな配信すんのにみたいな何、はい、それずっとやってんの何 <laughs> <ん>をしてるそれはいやもうあこれはもしかして僕への餌かなと思,い思うほどに。<laughs> もしかしかて餌を巻いていだいや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 まい,い,いてないですからまいてないんですね僕の勘違いか、うん、勘違いよ何だ何だずっと勘違いしてるようなありがてえと思ってこれはと思って <laughs> ラジオのネタいただいてるなーと思いながら見てたんですけど <laughs> いや,いや,い,やいや難しいですよやっぱりいや難しいですね SNS は難しいそ、うん、それこそね TikTok も始められて そうすね。まずは TikTok やっぱ今まで見て僕のこと知らない人にも見てもらいたいはいはいはい。幅を広げてね幅をまあ、ゆくゆくは YouTube もね自分でやりたいなと思うんですけどとりあえず TikTok からいやいいと思います。いや、でも TikTok もねやっぱ難しい難しいというかなんかねどういうのいやほんとっすね。ねえ。 うん、え教えてほしい、うん、料理しながらやっていくんですかあのなんかなんか外国の人がやってるやつをとりあえず真似する系の<笑><笑>なんかああいうのや,や,や,やったら冷められんのかなとかやったほうがいいのかとかもそれもわかんないじゃないですかいや,いやこれは分かるよそう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 やりたくなくてもやっといたらいいよみたいなのもあるじゃないですか、うんうん、うんうんそう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 そ、ね、うそうね一応やってみてるみたいなでもその,そのテレ 手やるのが一番しょうもないから、思いっきりやって、でもわかる人はあ、大島あ頑張ってなっていう、一応やってんだみたいな、うん、うん、そっちもやね頑張ったがいいのか、いやあそこはそのね民族の中のむずい文化で文化というかそうですね、なんそうなんですよね、あのなんだろう音楽に合わせて。 ね、寝巻き寝巻き着てる人が倒れた瞬間に何かセクシーになるみたいなのいはいはいはいまあでも大島さんがそれをカチカチに本気でやってるのをちょっと見たい人はいっぱいいるだろうな <laughs> いやでもいや見てらんないじゃないですか僕らからしたら正直 <laughs> 僕らはねそううそう僕らはそうですけど、うん、見てらんないけど、うん、そういうのがね、うん 需要もあんのかかなと見てられる人はいる可能性も全然あるんで何がこう引っかかるかはマジで分かんないですからねだからそれをんか「いやそんないいわ」とかおじさんじゃないですかもうそ実際そういうのはよくないと思うんですよそうですねやらずにもやらずにそう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 いやそこそうだからそこの自分の楽しめるところと そのちょうどいいとこちょうどいいとこね,ね、あればね、奥歯かみしめながらやりすぎるのもしんどい,んどいじゃないですか、<ー>それは。うん、いや、もうだから僕はもう、あこれ同じことするのは、マジで奥歯かみしめすぎるなと思ってる。いやー、かね、でその奥歯かみしめてるのとかバレるからな、たぶん。<laughs> <笑>,笑顔だけど奥ばかみしめてんなこの人っていうのは <laughs> <や>多分バレるのよ楽しんでないとねああいうのはねやっぱねそう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 いやーそうかね <laughs> ね<ー>そのライン,そのラインちょっとまあこれから探しながらね僕もちょっとじゃあそれを楽しみにしていこうかなと思うんです,がそうすね テーマみたいなところのね、テーマトークみたいな感じなんですけど、うん、今週はあの、うん、ちょうど多分配信される時の次の週ぐらいからかな、なんだったらもう長い人はもう撮ってるかもしれないですけど、うんうん、ゴールデンウィークが始まりそうというようなところで、でねはい、でも次の週がもう完全にゴールデンウィークなので。 なのであのまあトークテーマというか連休みたいなところであ<ー>、まあ連休ね長期のこうお休みがあった時に何がしたいかみたいなのちょっと妄想とああなるほど、はい、この連休僕でもないもんな実際連休がでそのゴールデンウィークはんはん明日から8連休だみたいな人生で一回もないもんなああ別にそれ仕事で忙しいとかではなく そもそもその概念がやっぱしゃは<ー>ねあんま普通に働いてるサラリーマンとかそういう人にしかないじゃないですか確かにそうですねその概念自体がサービス業やってる方とかにはないですし確かに飲食とかはもう飲食系とかゴールデンウィークはなんだったら一番売り上げそうですよねだったりもするからなかなかあれか。

まあ来週のイベントみたいなのあったりもするんでああ、では,いは,いはいはいはい。で、イベントの今、用意とかあるじゃないですか。そうですね。そうなってくると、もうなんかもう正直、ゴールデンウィークちょっと邪魔くさいなって思うくらいの時に、ね。いや、わかるわかる。なんかそう、完全に贅沢なあれなんですけど、逆に。うん。あの、もうほんと、時間ないんですよーと思うとき <laughs> <laughs> お願いします。もう一日働かせてくださいよーって思うときがありまはい。 そうか、うん、じゃあまあそんな我々が、うん、まあ5連休とか6連休とかもしあったとしたらってことね。はい、そうですねそんな我々が。うん、何のこう,あもう本当に満喫できると仕事からすべて解放されてはいもうその期間は何にも何の苦労もない状態です、うん、うわー、はい、うわー何したいだろう何したいですかね でも,そんなでも人だらけじゃないですか言っても今ねどこ行っても東京なんか、はい、ね特に、うん、だからあんまこの、まあ、旅行とか行ってもやっぱ観光地は混んでるだろうし今絶対うん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 あんまそのどっか行こうとかならないかもなあ確かになキャンプかな俺行きたいとしたら<ー>キャンプキャンプね キャンプしたいかもほうえ一人ソロキャンですかそれともなんか大勢のいやまあ2 3二三人ぐらい23人ぐらいのねのうそうでテントとかじゃ多分寝れないから<う>あのロ,ログハウスみたいなところあーコ,テコテージとか,なんかううジコテージかコテージっていうの金田一で殺人がよく行われるような <laughs> いや言い方悪いな <laughs> ありがちだけど りがそうそう、ああいう系の木造のやつ。木造のやつ。その日はそこにはアリバイがあるみたいなやつですよね。その人はこの部屋に浅いな。浅い浅い。めちゃくちゃ浅い事件起きてる。俺の隣のところにいたはずだ。音が聞こえてたみたいな。バレてる。すぐに。すぐバレてる。そ系の人にもう2人ぐらいのうちのどっちか。 あのコテージねね <laughs> そうコテージでバーベキューとかして川遊びとかしてとかああなるほどなるほどキャンプというかなんか割とこう、うん、ちょっとリッチ感のあるというかそうっすねあの自然と自然でちょっとちょっと遊びながら都会の喧騒から離れてはいはい、はい、ゆっくりもうゆっくりマイナスイオンを浴びなながらみたいな、うん、もうなんもない何もない何もやることねえなとか <laughs> どこももう <laughs> まあいいかなんかこの辺で川でも行くみたいなはははいはいはい、はい、そんぐらいの感じあまあ確かになそういうのもいいっすね確かにいやそういうのやりたいああ川でスイカなんて冷やしちゃったりして、うん、冷やしちゃったりとか、うん、あめっちゃいいじゃないですかなるほど、ね、川辺川辺、ねうん、ビールとか外で飲んだりとかはははははい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 、はい最高うわーなんかもう 想像してるしてるのがもう僕はもうキムタクさんですもんもう川釣りしてる <laughs> いやもう本当にああいう感じですよね、うん、ああいう感じうもう誰人も誰もいないがぐらいのはいはいはいうーんいやいいなあハで半ンで米炊いて,て半ィでコメタイうィうん、うん カレー今だったら多分作れるからねああいいいい多分いいカレーがよりねいいカレーも作れるしいやいいじゃんでそのちょっとあのアコギなんか持ってったりしてちょっと弾き語っちゃったりねもして若干ダサくなってきたぞ若干ですけどねそのなんだろう ミュージシャンが持って行くならまあ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 ってなるんですけど <laughs> 全然パンパンの音楽に関してパンピーが箱着 <laughs> 持ってってキャンプに弾いちゃったりなんかしては<何も笑>ただの荷物ですよねも何も別に弾けないし<う>見ながらじゃないと弾けない見ながらでも弾けない <laughs> <laughs> ただの荷物 <laughs> 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 ちょっと恥ずかしい、うん、まあでも まあ、ゆっくりとした感じってことですよね。ゆっくり、いや、いいな、そういうのマジでしてな。僕はキャンプかな。キャンプね。うん。確かにな、いいな。うん。そういうのもいいな。ねえ。んすか僕は、でもそうだな。え何がしたいかな。いや、なんかしたいのがパッと思いつかないちゃ思いそのそれこそ本当、人がいないんであれば。うん。 あのそういうな街には出たいんですけど人がいちゃうそうなんですそ,そこなんですよ大型連休がずれてたら、うん、それこそなんかいろんなね <laughs> こう,うん,、うん、なんだろうアミューズメントじゃないですけどあ<ー>なんかそういうのも意外と行きたいなと思うところもありますしえディズニー的なこととかディズニー的なとことか USJ、えー、US とか 富士急とか富士急とか、富士急はでもちょっとテーマパークとしてはなんかあんまりなんか雰囲気があ,<ー>やっぱあれは乗り物で楽しい感じですけどこうなんか世界観的に楽しいあ、まあ、サンリオピューロランドとか,なんかそういうそっちぐらいの方が <laughs> あーいやでも一番混むだろうもんねああいいですねなんかそういうなんか混んでなければそういうところを転々と行きたいというかまあそれこそ美術館とかも行きたい けどあ,、えー、あそっかそっか人が多いのかな邪魔くさいな美術館とかは混んで混んでるもんか混んでるんすよね大きいところはほんとにへえほんとにもうあのむずいなと思いますそのフォトスポットになっちゃってるから今やあ<ー>結構やっぱそこでそかなんか ほーっていう感じで見るんじゃなくてこれはいい写真が撮れるっていうので結構でああなるほどねあまあそういうねこう美術の消化され方は全然いいとは思うんですけどまあでも人が多いのはしんどいなとはちょっと思うそうですねうん確かに、はい、あまあでもやると大型連休取れたらもう毎日生配信ゲーム実況とか必ず <laughs> 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 何のしがるみも仕事も何もなかったらもう全然できるな。へえ。ー。ーそれででもいいかもしれないですね。ええ。ー。そうか、はい。いや、本当にゲーム。でもすごいな。仕事か、仕事みたいになっちゃわないですかいや、全然なんかね、ならないっすね。へえ<ー>。ー、うん。うん、ならない。なんか、すげえ。今ゲーム実況やってるの別に何にも苦じゃないんで。へえ<ー>。あすごい。趣味でやっちゃってるところがあるんで。 だあのいいっすね。それこそ,その伸ばそうと思ってないんで <laughs>。なるほどね。<laughs> うん。なんかそこが多分違う感覚なんだと思います。その。<ー>このチャンネルを伸ばそう、伸ばそうみたいな感じで。<laughs> もうなんか。だからもうだから、チャンネル登録よろしくお願いしますとかなんかちょっとあ<ー>。ああ。言いづらい時もあるという <laughs> ああ、なるほど。<laughs> うん、そこまで そ,うかうん、そこまでしてみ、そんな注力してみてほしくないかなっていうところもあったりで。いや、でも見られなかったら、それはそれで寂しいんでしょそ,うでそこのジレンマ。だから、あの。いや、めんどいなめんどいわ大阪会場と同じ感覚です。<laughs> <laughs> 冷たい目しています、だからずっと <laughs>。<laughs> 何をしてんの、ずっと <laughs>。や,ややこしい。本当ややこしいやつですわ、本当 この感覚はいやまあでもまあそんねそんぐらいの温度のが好きな人いますからでもうん何かまあそれでもなんかこうねあの楽しんでくれたら嬉しいなというそうですねうんその人が増えていけばいいわけですからそうですねなんかもう本当友達を増やしていく感覚ですねいい割すねはいいいと思うはいというようなええ感じでございますがはいはいえ本日あのこんなお忙しい中ですけどあら 雪乃さんの方にうわーマジ出てましたよ今日今日出てましたよね、うん、なんだったら昨日のリハもあの一緒にねこうねリハをしてもらって、えー、そんななってちょっと用意できるかなっていう相談をしてすごいやりましょうっていう感じだったんでもうかっけえなー<当>職人じゃんもう本当いい,い,い本当優しい ね、優しい方だわそんな人に僕がまたリクエストさせていただいてすなもう <laughs> 歌わしてやってよもう好きなの、ね、<laughs> じゃあね、えー、何をリクエストしたのか皆、えー、<laughs> さん、はい、聞いていただきましょうはい「やる気スイッチ君のはどこにあるんだろう」

なんでこれを歌わしたかったカペラでスクール IE さんよりやる気スイッチいや曲名知らんねんミキロさんバージョンということでございますはいええ聞いていただきましたがはいい曲だな本当いい曲だけどやっぱお前もなんか染みましたわちょっと それ 5, 月5月になってきてやっぱしんどくなる人もいると思うかそういうことね、はい、やっぱいやでもね、本当あれなんですよその前回ね、あのーはい生きものがかりさん歌ったじゃないですか、はい、ゆきのちゃんの方で話してる時にはい、はい、次、まあんな曲にしよう、はい、あの全然もう本当好きな曲歌っていいよっていう話したら、はい、いや、ちょっと戻したいんですよねって言われてなんすごいやん。<laughs> じゃ 何を戻したい <laughs> 戻したい戻どういうこともうやる気がやっぱ違う本当それこそやる気スイッチがちょっと入ってたんであ自分の中のものじゃん自分の考えの中のものじゃない、うん、ところでやりたいんだと一回う変もうちゃんとちゃんとずれたものを歌いたい ちゃんといってう感じもなすごいや。いらないじゃん、やる気スイッチも。彼女には。もううやっぱ違職人一番やる気あるや。ほんとやる気がもう、こんな元気にやってくれるなんて、ほんと。ほんといい。戻したい。戻したいって何すごいな。ありがとうございますいいっすね。ありがたい、ほんとに。ちゃんとお礼を、また今度会えたら。 なんだったら何回かテイク重ねてるらしいですからね。ミステイク聞きたいわ。これあの隣でワンちゃんが吠えたりしたりとかでミステイク。なるほどね。なるほどなるほど。いいな。いいですね。らしい。いやもう本当ありがたい。そんなゆきのちゃんのやる気スイッチでございました。ありがとうございました。では続いてのコーナーいきましょう。続いては大島のご七が。はい。 はいありがとうございます。お願いします。ということでね、今、え、日、ーえー、というか、今週もね、シ、うん、七五をいただいておりますので、ありがとうございますそれぞれ早速読んでいきたいと思います。うん、えー、では、ラジオネームタコメシさんからの七五七ゴはい。アアンパンンンンパパが本気を出せばマ違うよ。<laughs> <え>違いますよ、その概念は。あ あれ本気出してるわけじゃないすかいやいや違う違う。別にアンパンが本気出してあれになってるわけじゃないのよ。あれはあれか、ジャムの方が本気出してるアンパンマンになっちゃってる。そうそう、ジャム、そうそうそう、ジャムおじがやな。ジャムおじが本気を出せばアンパンマンですね、これ。そっかそっか。なるほど。そうそうそう、別にアンパンが本気出してるわけじゃない。なるほどな。なるほどな、じゃないのよ。わからんか、言わんと。違います。間違ってますよ、タコミシさん。ああ。申し訳ない。タコミシさん、訂正して。 続いて <laughs>、えー、ラジオネーム <laughs>、はいえー、マジシャンさんからのゴーシマジシャンさん、うん、いつも聞くラジオのアップデ遅くまだ寝れずうわ気持ち悪い途中があ途中が惜しいなアップでがラジオのアップデあー遅くがいいちょっと気持ち悪いな遅くが気持ち悪いち申し訳ないところもありつつ僕も 前回あっかその気持ち悪さを表現してるのかもしれない。いつもの時間に上がらないこのもどかしさとか。ななるほどそれじゃいいやそのもどかしさをこの字余りで表現していくいやこれ深いかもよ意外と。すごいことすごいことしてるぞそうなると。いや んかそのすごい気持ち悪かその3文字がすごい気持ち悪かったけどマジシャンさんからしたらねその感じがめちゃくちゃいい感じ表現してる可能性あるなるほどすげえなそれだったちょっとやられたな結構結構なだってそんなわけないもん五七五って言ってるのに こっちが575でやってくださいって言ってるのにそんなわけないものラジオのアップで遅くが本当遅くがねそんなわけないんだからそうですねうんこんこれはあるかもしれないですねあるかもしれないでは続いてラジオネーム黒ネコンヌさんからの575はいうん今日やろう明日やろうはバカ野郎まっすぐうん いつまで言うてんのこれ <laughs> これプロポーズ大作戦で言うてたやつですよねそうだああそうっすねでそっからかっはい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 ああこれでもそっからなのかな泉かんない泉谷茂さんですよねそうそう,そう確かそうですね <laughs> もうこれ使い古されてますねもうね今や今やね そっからなんだそっからだ言だなでも確かになんだかんだ続けてるってすごいっすね続いてるのがうんほんとっすねはいではまっすぐまっすぐのやつでございますが続いていきましょう続いてお茶目インコさんからのご質問はい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 ははははは ちょっと関西の方なんでしょうねこれですかねこの4月に入ってもしかしたら東京に出たとかもあるかもしれないですねうわすげえああその感じをこの五・七・五で完璧に表せてますねそうですねまあでも確かに「むずいバリムズイ」とかもねバリムズイでしょうね標準語イントネーション「バリムズイ」って言ったんですかむちゃくちゃギャルなんかむちゃくちゃギャルい あそうか関西の方からしたら別に標準語にする必要があんないと思いますよねまあまあそうですね無理してうんいやなんかはい。では続いてラジオネームゲンさんからのご質問ゲさんはい先週に送ったテーマ覚えてるうわなんだっけえっえだんだ忘れてたら確かに。 何だっけ確か何か言ってたな。これ今週、来週にするわみたいな言ってたな。えっと、なんだっけな ?YouTube で。ああそうだ、苦労したやつだ。苦労したやつだ。ああ、忘れてた。完全に抜けてた。ありがとう。思い出したけど、忘れてたわ。ちょっとまた来週に回しますか。 今からね、そうですね、ちょっと今からちょっと話すとまた長くなりそうなので、ちょっと来週、<laughs> また来週 <laughs> また送ってください。うん、はまた次回、どっかのタイミングで、はい、では <laughs> ではいきましょう。続いて、ラジオネーム RG さんからのご4、5。RG さん、はい。はい。筒詫びのあるある早く言いたいよ。<laughs> <laughs> うるせえわ。違うな。違うな。うるせえわ。これ5、7、5だから、あの、こんな短くやっちゃうと、あの、RG さん的なうまみがないのよな。<laughs> そ,<の>そうですね。そうそうそう。本当っすね。そう。ま、うん、そんな短いと。あれは何回も言うから、こう。うん、ね。うん、だんだんじわじわね。そう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 。来るものであって。一発でやっちゃうと。 <laughs> 味がしなかったですねなかなか <laughs> いいですね <laughs> なりきりスタイルでは続いて、うんえー、ラジオネームご三家さんからのご七五はい大島さん,んお誕生日おめでとうあ <laughs> 気持ち悪い <laughs> いや大島さんでいいじゃん何してんのこれ いやその言ったけど「5七五ねって言ったけどわかるじゃん大島さんを「あ大島さ」んまでで5文字だからっ,つって切っちゃダメなのよそこでわかるやろ大体うん何、うん、だったら「うんお誕生日」もうなんかもうじやりしてるしそっちじ余りしてるしんかあともっと言うとここで言わなくていいし <laughs> 全部間違ってるよ、なんか。<laughs> <ー>全部。全部。全部が間違っちゃってるっていう、ねうん、全部間違っちゃった、ご三家さん。はい。いや、素晴らしい。い、うん、い、いしい、ご七五、ありがとうございます。では、えーはい、ラジオネーム、取りせ続きからの、ご七五。昼配信しない理由は、うん、TikTok? という。ああ、なるほど、なるほど。はい はい、<laughs> 大島さんの生配信がなくてちょっと寂しいというようなあ寂しい方がいらっしゃるんですね、うんはい、あんを待ってるらしいですよ <laughs> い,やいじってるだけだなこの人は <laughs> 多分だけ、はい。まあでも、まあ、TikTok のせいというか、まあそうですね、また新しいことを始めたいのでちょっと今それの準備期間ですね

全部間違えてる。実直だけあってるな。実直だけあってる。か。むしろ。むしろ実直だけあってるのかも。そうね。実直も外してほしかったな。実直ではあるのよ。何だったらね。何だったら実直なのよ。多分それが、それがダメな方向に行っちゃってる。はい。というようなご仕事でございました。はい。 うわあ、いや、全部良かったぞ。いや、良かったですね。なんか、んかいい感じのが多かったですね。はい、あいいなどうしよう、はい。どれにしましょう。1個に絞りますか。1>, 1個に絞るか、まあ、あの、なんだったら早めに2個出しといて、<laughs> えー、来週ステイっていう <laughs> <laughs> そんなもん <laughs>、そんなもんできんのか。<laughs> いや、わかんないです。そこはもう、あ<ー>全然もう大島さんの。 ででいいすよまあでもこれにしよっかなちょっとやっぱこのマジシャンさんのいつも聞くラジオのアプで遅くまこの気持ち悪さ絶妙な気持ち悪さをなんか楽しみに待っててくれたんだなっていう選手ねそういうのもあってまあ それに関してはお詫び申し上げます僕らからもしょうがないことですけどい。だからそれをんかうまいすごくうまく表せてるなっていうこととこではいじゃあマジシャンさんのこちらのご四五にいたしますはいおめでとうございますこちらにねおめでとうございます後日送らさせていただきますのでよろしくお願いいたしますはいそれでは続いていきましょう続いては謝りたくないけど謝っておきたい方 はい、はい。ということでね、えー、こちらのコーナーに関しては、えー、今日で最後というような気持ちでございますのでね、うん、皆さんも、ねうんえー、投稿いただきありがとうございますという感じでございました。ありがとうございました。うんえー、では、えー、ラジオネーム、あえー、ゲンさんからのお謝りじゃないけど、謝っておきたいこと。はい。えか、ー、もさん、大島さん、こんばんは。こんばんは。えー、今もいろいろなところで起こっていますが、 炎上して謝罪、炎上して謝罪と繰り返される流れに飽き飽きしています。うんなら謝罪のニュースを見て炎上を知るという逆転状況が続いています。ああ、なるほど。知らない人がどうでもいいことで炎上して、謝罪ニュースから飛んできた人が叩いてまた炎上する。<laughs> 人間ってこんなもんなんですかねと思ってしまいます。炎上すらできない小物が生意気言ってごめんなさい。という まあねまあこれはまあ炎上商法なんて言いますからね今ああそうですねまあでももうええわっていう感じもありますよね確かにそうですねはいこれはそうだなそうですねうんまあ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 僕らも別に炎上すらできない小物ですからねそうですよ本当いくら何言っても本当 炎上してないですからそうですよ。今後ね、まあ、なんか僕が跳ね、この VTuber で跳ねて、まあ跳ねてるようなもんですけど、割と。どこがやね <laughs> え二時三時さん、<laughs> ホロライブさんと肩を並べるぐらいの、こ <laughs> <う>こまでいい。名前出すな。<laughs> そ,のそう行ったた時に、あま,まだね、うん、まだそこまではいってないです、もちろんなら、そんな並べれてないと僕も思ってます、もちろん大丈夫です、そこは、自夫ですそこは大丈夫なんですけど、<laughs> うるせえわ、<laughs> そこまでね、なった時にあに、このラジオをね、うん、掘り返され、こんなこと言って上がりましたみたいなのは、まあでもありますからね、うん、あるかもしれないですから本当に。 だからあの掘り返すのだけはちょっと本当やめていただきたい家守りも掘り返したところで何も出てこないけどね多分そんでそうそうそう本当変な変な墓荒らしだけはちょっとやめてもらってまあ本当ですよちょっと売れたらねその足を引っ張る人なんかめちゃくちゃ出てきますからね今のご時世嫌な嫌ですよね本当に怖い時代でございますが。 そんな中、続いての、ね、謝りたくないけど謝っておきたいこといきたいと思います。箸、はいえーね、休めというか可愛い感じのやつだったんで、えー、ラジオネーム「まー、あ、チャンネルさん」からの投稿、はい、でございます。うん、子供にいつも怒っちゃうけど本当は怒りたくないんだ。ごめんなさい。いいですすねっりしまいいですね。 まあ、親はみんなそう思ってるんでしょうね。そうですね。本当は怒りたくないんだよ。うん。ほっこりする。とてほっこりしたわ。では、続いても、いきましょう。続いてもかなりほっこりする。えラジオネーム3.2%の民さんからのえ謝りたくないけど謝っておきたい方。大島さん、かもさん、ご無沙汰しております。はい。えあ、そうか。3.2%さんはね。ああ、女性の。ああ、女性の。あったんですけど、え謝りたくないけど。 謝りたくないけどではなく素直に謝りたいことなのですがああ、えー、今回がこ,のこちらのコーナー最終かもということなので、えー、投稿いたします、うんはい、前回の「大島の五七五」にて、はいはい、朝露に川はぜりける島ち、うんぽあ,ありましたね、はい、投稿した純粋無垢さん、はい、こちら 私なんですえー、<laughs> そうなんだ、はい、確かに、うん、送ろうと思ったんですけど住所もなくて DM も来なかったからあれ,あれと思ってたんですよはいえー、あそうなんだはいそうですね SNS に関して女性？<laughs> 女性 <laughs> はい、今、僕も<ジ>それを気づいて、あの <laughs> ほっこりするコーナーだなと。ほっこりどこがやねん。びっくりしてるから。SNS に関して辛辣なことを言っ,てこと言ってしまっていたこともあったので言ってたよ女性に対して自分のアカウントが大島さんにばれてしまうのが恥ずかしく、DM ができませんでした。なるほど。今回は本当に謹んでお詫び申し上げますと。 えー、とてもねああ,あれですね下のお話で不快な思いをされたリスナーの皆様もお <laughs> ね突で申し上げますというような方でございますねいやー、はい,いやなるほど、うん、女性だったんだはいどう考えてもね大学生ぐらいの男が送ってんだろうと思ってたけど。<laughs> いや,やっぱだからだからかなこう文才がちょっとこううす美しかったのもそういう意味もあるのかなあなるほどね<ー>やっぱその女性の方がなんか下ネタきついみたいなよく聞くじゃないですかはい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 んとなくね、うん、なんかやっぱそういうのあるんでしょうねあるんでしょうね。うん。<も>意外とやっぱ女性もそういうの下ネタ 言ったらなんか下ネタ言う男マジキモいとか、うん、なんかそう言いつつもやっぱ意外とどっかではやっぱ好きなんで、うん、結局男も女も結局,、ね、結局そうなのかもしんない、うん、いや本当にでもいやでも意外だったな本当この五七五が女性 <laughs> すごいないや本当っすね、うん、なんだろうな別にめっちゃうわなんかショックとかではないけど、うん なんか変ななんかモヤモヤはしますよねああそうなんだっていう感じの何かんだろうなんだろうなこの気持ちむずい表すのなんかわかんないですけどニアリーイコールな感じでんかノスタルジックな気持ちにもなってますああわかるわかるそっちですね憂いに飛んだ感じのなんかちょっと物寂しさというかそう切ないというかねんかそのわかるわ夕暮れの感じね夕暮れの感じ いやそうなんですよね。たそれちゃう感じにな。っちゃいたそがれちゃうわ。これは。うん。不思議。やっぱ、うちのね、このチャンネルっていうのは、やっぱ女性がね、結構リスナーとして多いので、あの、いや、少ないのよ。めちゃくちゃ。3.2%ぐらい。めちゃくちゃ少なはい。まあね。結構、まあ、投稿してくれる人も、あの、やっぱ女性が多いということなんでね。まあ、それはそうかも。はい。あまあ、じゃあ、ここで、あの、あれですかね。あの、やっぱうちのチャンネルもこうね、そう、女性への、 伸びが良くなるためにもこう、ね、女性に役立つ情報なんかをここで一つ二つ今回ねあのちょっと調べてきましてやっぱ女性への情報みたいなのを持っていくると<え>よりこう,うちのチャンネルもよくなっていくかなと思うんですけどちょっと調べた結果あのモデルプレスさんの記事の方で読みましたけど、えーあのー、芸能人のカバちゃんさんの記事はい のダイエット方法が判明いたしましたえ激痩せしたんですけどカバちゃんさんはそれの中の一つはリンゴス水イと食事を一緒にとるというのが一番いいらしいそうですぜひ皆さんもね何してんの何をしてんのそれびっくりした何をペラ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 モデルプレスさんからの情報でございますねはい

なんかまあ、確かに美意識としてはカバ、はいはい、ちゃんさんはものすごく、うん、もしかしたら女性よりも高いかもしれない、はい、モデルプレスさんでも記事で1位だったのでちょっとやっぱね女性のいい,いいよ別にそうやなその記事読んだまま喋ってなんか浅はかな浅はかだなみんなやっぱ知りたい女性がいやいやいや別にうちのラジオに来るためにはやっぱこう女性ならではの 情報がいるかなと思いまして。いやいや、別に川家さんの口から聞かなくても、別に見るし、女性はモデルプレス。何をしてんの、それ。黙って聞いてた。違うタイミングが違ったか。違うタイミングじゃない。のよ,のよ新しいコーナーとして、もう受ければよかった。<laughs> <い>女性への一言。お役立ち情報みたいな。ないでしょ、何も。お役立ち情報なんで。<laughs> <laughs> はい。 いうクリな感じ次なんだろうなジェラートピケの新作知らないでしょジェラートピケの新作を別に川家さんの口が聞かなくていいんですよそれをああというような感じでございますがえ謝りたくないけど謝っておきたいことのコーナーこちらです以上になりますがそうかはいまあ 今回は住所はいただいてるんですか今回ははいいただいておりますあそうなんだじゃあ差し上げましょう最後はいじゃあこちらにねここでね勇気あるはいあのそうですね本当に勇気あるそうですねプレゼントいたしますよろしくお願いいたしますはいお願いしますはいということでねいろいろと喋ってきましたが今年もね一応お便りも来ておりますのではいえちょっと えー、一つ二つ読まさせていただきますがはい、えー、あでもそんなあれかな、えー、ラジオネームお茶目インコさんからのお投稿でございますがガモ、はいえー、さんま大島さんこんばんは,こんばんはいつも通勤中に聞いていますあら嬉しいはい,、えー、いつも雪きのちゃんと上杉さんが歌ってらっしゃいますが前回、うん、福坂さんも参戦してもらっていたので <laughs> まあまあね、はい。ぜひいつかガモさんと大島さんにも歌ってもらいたいです。よろしくお願いします。えー、大島さんへのリクエストも来てますよ。ギンナンボーイズの。何ですかええー、ギンナンボーイズの月の姫。え夜王子と月<あ><つ>の姫、えー、をね。<laughs> いや、はずいなー <laughs> いや、歌えないっすね、僕らは。ああ、そうっすね。ちょっとその後喋れなくなりますね。そうなんですよね僕らが、ね、なんか 喋った後に僕らが歌って僕らがまた喋るいやちょっとそのパターンは厳しいかもしれないです,ねそうですねなんかまた歌うのねまあそれこそ福坂さんにね歌っていただいたんでまあ <はい S 1> あのこちらもねあのまあ基本的にはゆきのちゃんっていきたいですけどまあちょっとはいあもしかしたらもしかしたら誰かにちょっと依頼してみてもいいかなおお<ー>誰誰がいいかな <laughs> テルマンさん歌ってくれっかな <laughs> いやめちゃくちゃ聞きたいけどうまそうだしちょっと <laughs> ちょっとまあまあまあ相談相談ああまあそうで僕らは歌ったらね<ー>顔真っ赤でその後もうあんまなんか喋りに影響でそうだからなそうです,うです僕たちの歌が聞きたい時はぜひねあのー もし僕らとね、カラオケ行く際があったら、その時に聞いていただけたらという感じでございます。まあ、ないでしょうけどね、そんな。まあ、節目でなんか、まあ、でもないか。まあ、ちょっと、なかなかなさそうでございます。はい。というような感じでございますが、今週はね、こんな感じでございますか。あ、そうですか。あれですね、あの、謝りたくないけど、謝っておきたいことのコーナーが終わりますので、次回から新テーマをご用意 ご用意いたしました。はい、えー。その名も、うん、私だけでしょうか。だいたいカルさんだ。<laughs> <laughs> ここに来て。 あのねそう一世を風靡した一世を風靡した我々世代ならもうみんな知ってるいや刺さりますみんな知ってるエンタの神様そうですね私だけでしょうかっていうのでねこう自分が自分だけが思ってるだけなのかもないやでもみんなも思ってるだろうなみたいなあでもいいっすねやっぱり大体カルさんってやっぱ天才だなそうですねあのフォーマットを作っていただいたのでこのフォーマットはいあのそれをちょっと お借りしまあ知らない方は YouTube とかでもしかしたらあるないですねちょっと見てもらってちょっと見てもらって本当はねどっちか迷ったら深川亮さんのフォーマットを借りるのか大体光さんを借りるのかちょっと迷ったんですけどいや深川亮さんの「お前んちの家天井低くない?」みたいなやつをどのフォーマットそれは あの、そう、ちゃんとしたやつ。それを、こう、募集するときに、あの、言葉で書きにくいなと思ったので、めちゃくちゃむずいや、あの、ニュアンスのやつね。むず募集の仕方。ニュアンスだもんな、あれ。本当にニュアンスなんで、あの、本当に、もう、私だけが思ってそうなことをね、ちょっと、あの、おくぜひとも。はい。はい。よろしくお願いします。なので、次回からね、次回からもね、本当楽しみが出てきましたけど。はい。というわけで、本日はこの辺で。 謹んでお詫び申し上げますありがとうございましたありがとうございました